DS PDS。 Hey guys, メンさんとキョンとね、10時間前からねスタンバイしてるだけでございます。ってのは嘘でね、2時間前からねスタンバイしてるんですが、iPhone X がね今日ね予約、4時1分に予約できるってことで、ね、もう10分ぐらいのねで予約できます。でもうね2つスタンバイして、僕はねどうやって買うかというと、まあ、予約なんですけど、まあ、Apple Store で、まあ、予約して、とあとドコモでも予約するというね、でどっちかがねできたら一つ買います。はい。でなんか2種類あるんですよね、カラーが、グレーとねアーグレイで、アーグレイをね買おうかなって。でやっぱ黒い方がさ傷が目立たないと思ったんで、で結局カバーでどうにでもなっちゃうんでね、アーグレイを買います。いやめっちゃ楽しみっすね。で僕はなんでここまでね本気になってるかというと、もう携帯がめっちゃ壊れてるんですよ。やばいっすよこれ。ほら待ち受けがやばいし、ほら画面が浮き出てんすよ。これもうやばいっすよ。もう買うからいいけどさ、ほらここがほら画面が飛び出てる。そしてねホームボタンが押せないんですよ。いきますよ、ほら、あほら指紋もねつかないんでね、っていう感じで僕はね今もね本気でね予約をしようかなってまして、やばいっす。もう待ち、どうしよう、もう何ができるってもうすごいっすよ。二刀流でやるんですけど14万なんでね、もうやばいっすよ。パソコンやん、パソコン。やばい、やばい、見てください、行きましょう。なんで買えないねこれ。予約するぜ。やばい、あと6分です。あと1分、あと1分、もう今0-0ですから、あと1分だよ。なんで買えねえんだよ。今発売してるやんけ。何が、おいこれ、待って買えない。合わせろよ、もう2分になっちゃったよ。1分損したよ。ちょっとアップルだとね混み合って買えないんで、 D アカウントがね分かんなくて、どこまで買いようがないんで、ちょっとドコモショップで行って、 D アカウントをね分かるようにしていきます。行きます。ピンピン。あ、なんとドコモショップ行こうと思ったらね、ノートパソコンでね予約することができましたね。ちょっとね個人情報がいっぱい載ってるんで見せれないんですけど、まあ、ここら辺に注文した画像があると思うんですけど、結構ね簡単に買うことができました。まあ、高いだけあるんで買う人も少ないのもあるし、多分8でね買った人もいるから、まあ買う人が少なかったのかもしれないですね。はい、ってことでね予約できたんで、11月30日から6日のうちに届くんですよ。だ早くね買って自慢したいですね。はい、なんでね、ご視聴ありがとうございました。いやもう疲れましたね。はい、どんだけ俺暇人なんだよって感じで、ぜひみんなもね iPhone X 買って自慢してみましょう。ではレッシー、 PDS 株式会社チャンネル登録よろしく。